ではただいまにシュートアウト1回戦スタートします。ありがとうございます。ありがとうございます。江川選手の手に取ります。ゲームスタート。
Thank you.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 
この方が早いと思う。続いてないけん。
びっくりした？私はめっちゃいいです。忘れた。どうしたいい。これもらったから荷物で。ピンク止まる。もう乾くなる。そう。じゃあ、じゃあ、左。
から決勝2回戦ですね、はい、この3人でやって1人が勝ち残ります、はい、僕はマイナス20だったんですけども、はい、ちょっと点数が良かったんでトップシードで残れましたので、はいはい、すごい、さすが、いえいえ頑張りたいと思います。さすがですね。いえ、ちょっとこの2回戦は見物だと思います、はい、誰が1人HP と戦うのか、そう、戦えるか、はい、ぜひね見ていただきたいと思います。そうですね。まあ濃厚なのは浅田さんかな。でも浅田さんね結構さっき苦戦しましたよ。ヨシミプロ結構合ってる感じでしたよ、見る限り。そう、ケヤキプロはなんか靴が変だけど、気のせい？気のせいですか？あ、気のせい、あ、気のせいですかね、気のせいだね、うん、なんか靴、なんか一周回って最新最新の靴履いてますね。一周回って靴最新、一周回って最新、なんか言ってますね。よくね、みんなこうね、ここ時代を繰り返すからね、もうみんなこうちょっとズームできる、見てほしいね、見ていただきたいですね。これはね、なるほどね、一緒でしょ、ちょっとこう練習ボール見る限り、ケヤキちゃんワンチャンあるんじゃない、逆にですかね。いやでもあの靴でよくあったんだけど、すごいですよね。ケヤキちゃんは靴関係ないです、関係ないです、さすがです。技術があるから、はい、カバーで、技術でカバーしてます。ちょっとこれ、いやもう予選の時は浅田さん結構独走だった、よかったですね、だいぶよくも変化して ねかなりやった、はい、難しそうな感じですが、さあ、吉見君の一球がどうなるでしょう。あの外投げてるの強いね。ほろ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 、確かに、でしょ、これ投手対決になるじゃないですか。なるかな、20ピアンだよ、でかいですね。でかい、なんか1ゲームで20ピアンだよね。でかいよ、よくだって 100ピン予選5ゲームだったんで、いやいや、でも契約者あるよ、契約者あります、大穴契約したんだよ。おーい、危ない、もう必死ですよ、浅田さんは。浅田さん必死ですよ、はい、玉よ行ってくれって叫んでるのがある。玉よとりあえず行ってくれって言ってるよね。アマチュアさんたちもハイレベル、いや、そう、めちゃくちゃハイレベルです。あれ、これは分からない、ちょっと分かる、誰が起こるか分かんない、最初に誰がダボるかですね。しかもこれちょっとこの私たち投げる前休憩してるじゃないですか。そうそうそう、だからちょうど休憩してるから、そうなんだ、誰が一番早く体が動くかですよ。やっぱ違うわ、違いますね。やっぱ、まあ、ちなみに第1回の徳島のチャンピオンはキャッシャーです、はい、そうですね、うん、だからキャッシャーがね2連覇なるのか、そうそうそう、連覇するかっていうところが見ものです。レシピが勝つのか、勝ちたいな、勝てるかな、勝てるかな、どうですかね、どうなんだろうね、勝てるかな、勝てんじゃないですか、どうなんですか。いや20ピンね、でかいですね、1ゲームか20ピンはちょっとね、だいぶ打ち寄りましたね、おい、だいぶ仲寄りました、ね、予選はまあ浅田さんは結構ね、はい、この3人でいうとちょっと抜けてたんで、ね、抜けてましたからね、楽しそうにね、そう、スイスイでしたから、スイスイでしたね、まあ、普通に行くと浅田さんが一番合ってその雰囲気なんですけども、ここがね、わからないですね、わからないです。今日はちなみに43フィートで、はい、オイル量がね、ちょっと薄いん、ね、18ミリということで、かなり薄いんで、ね、長さはあんまり感じない、すごいいい勝負ですね。キャキちゃん。キャキちゃん、あ、キャキちゃん。ニューシューズね。いいね。これすごいよ。だってなんか何の変わらないよね。変わらないよね。普通。こんなに。普通なんか何でもいいですね。キャキちゃんね。あるの。靴の宣伝はちょっとできないかもしれない、何でもいいから全部何でも OK、 おーい、いい勝負だよ。ここはね、吉見がちょっとダボらないと、そうですね、ちょっと置いてかれちゃう場面です ね、さあどうなっていくでしょうか。はい、ケイちゃん300しかないんじゃないですか、ここだったら。さあこれも、おーよー、でかい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 、でかいでかい、すごいなぁ、いい勝負してるな、そう、めっちゃいい勝負、ターキーターキーだもん、止まったら負けですね、ですね、お、あ、さあ、
一歩リードするか、リードするのか、どうでしょう、どうでしょうか。いやアマチュアの方の大激戦です、激戦ですね、はい、うん、さあ、あ、ちょっと曲がったじゃない、あれ、あ、ほらほら、これはね、お、なんかヨシがこっち見てる、私行けんじゃねえのって、これ私280行っちゃうんじゃねえのって、これ逆勝っちゃう、あ、キムシャン大丈夫、お、だよ、おキムシャンくん、さあ、ベビースプリットいけるか、いや難しいからね、ベビースプリット、しかも今日ちょっとね、難しいかもしれない、難しいよ、あ、ちょっと厳しい、うまいね、うまいね、うまいな、ちゃん答えです。ここね、ここで逆にストライク来ると逆にリードになりますね。カウント的に。お、いいんじゃないこれ。あーあー、やっぱさ、だいぶ手前。手前ないですよね、もうね。手前がない。ギャフちゃん、こうなるとギャフちゃんがいいですね。いいね。ここでストライク来るか。来ると大きい。ドドンってきます。おお、7点見えたけど、危ない危ない、セーフ、7点の7が残りました、7が残りましたね、はい、レスカバー、いやでもまあまあまあワンマークだからね、前半終わってワンマーク、うん、いい勝負だ、本当に接戦です、振り出しに戻った感じだね、ですね、いい勝負で面白い、一人しか残れないからね、そうなんですよ、あれ、やめた、抜けなかった、抜けなかった、指が抜けなかったみたいな、たまにあるんですよね、さあ大事なね、これ大事な点々です、佐田さんの、はい、ここはね、慎重に、はい、慎重に慎重にね、ダン、指は抜けなかった、慎重にね、ここは取れてますか、いやいや、本当にいい感じです、さあワンマークか、面白いな、ダブルト、ダブルト、おー、ケヤキちゃんが一歩リードしましたね、ケヤキちゃん一歩リード、一歩リードしました、ニヤってしてますよ、こっち見て、ニヤついてますね、やばいよ、やばい、何、靴がやばい、靴がやばい、靴がやばい、レーンじゃない、靴
つがやろ。難しい左を選択した。いいですね。これさ、本当いい戦いじゃないですか。いい戦いだと思う。ケイちゃんが出てきちゃう。ちょっとケイちゃんリードしちゃうけど。ここで一発くるとちょっとケイちゃんが濃厚になっちゃう。濃厚になる。さあ、どうなるでしょう。ねえ。お、いいじゃないですか。いや、あー、迎えた。うそうだよ。みんな楽観の表情。なんかもう、うわー。二人は思ってますよ。みんな。おいおいっておいおいって俺キャッシャリードしちゃいましたね。このねストライクはね2人とも精神的にねちょっとこう精神的に2人とも来てます。キャッシャーさんうまいから。はい、キャッシャーはここはね、まあ、こうなると200止まらないよね。みんなそうだね。200ってもうキャッシャーは最後スペアだと230点。2人はもうストライク続けなきゃいけない。そう絶対ストライクだ。あーさださん、ここで笑ってるよ。こうなると吉見はこれを来ないとほぼ決まっちゃう。そうですね、ほぼ逆にこれってワンチャンスなんですよね。ワンチャンス全部来て230やってたもんね。そうですね。あ、出た、大丈夫かな。おお、まだまだ戻るからですね。ここは盛り上がりどころです。さあ、手振れ勝負です。キャッシャーのメンタルはどういう感じ。さっきね、裏に来てる。浅田さん、まあ、浅田さんは残念ながらちょっと難しいですね。ちょっと厳しい。はい、厳しいですね。解説側にもありますね。解説側ですね、はい、おいでおいで、こっちおいで。キャッシャーさっき裏だったから、はい、いやでも私やっぱ考えると思うんだよね、うん、やっぱちょっと裏だなって、はい、それをどうアジャストするかだよね。お、これ決めるか。さあどうですか、テッチ、テッチ次、ケヤキちゃんと対戦ですよ。ケヤキちゃんと対戦、はい、なんか一番やりづらいね。一番やりづらいよ。来た。そうですね、やりづらい。あのシューズ売れそうですね。売れそうですね、うん、みんなあのボウリング場に駆け込むかもしれない。あのシューズだったらあのシューズだったらどうでしょう。あ、やっぱみんな右はいいですね。そうなんですね。いやー、さあキャキちゃんもキャキちゃんやっぱあんまりほらスライドするタイプじゃないからやっぱいけるんだよね。いや、そういうわけじゃない。どこ投げてるかね、今もわかんないですけど、レシーブプロがどこ投げてるんだよっていう顔してました今。本当、うん、どこ投げてんだよ。でも勝ちです。そうです、1ゲーム勝負ですからね。ケヤキちゃんの勝ちです、ね、やっぱ勝負はあの裏がでかかったね。ケヤキちゃん2連覇いっちゃうじゃないですか。2連覇やばい、阻止するわ。コバ TV の名をね、そうそう、コバ TV の小林哲也が勝つのか、はい、コバ TV の準レギュラーの渡辺ケヤキが勝つのか。コバ TV の僕主役ですから。そうですね、はい、私たちは準ですから。準です、はい、しれっとなんかね、しれっと喜んだ。申し訳ないわ、私が一番合ってるからね。おー言ってるよ。挑戦状ですね。挑戦状だね、これ。さあ、はい、じゃあキャキプロ247、アズダプロ226、よしみちゃんがどのまで伸ばすか。投げるんじゃない。そんなことやないで、ちゃんとここはね投げて、ちゃんと投げて、決めて。来てる来てる来てるよ。じゃあもうちょっと終わったら勝利インタビューしてもらって。そうですね。さあよいしょ、イエーイ。おお、何をやるんだけど。何を
ね、マックスで、まあ、どうしてもね、順番が契約者が先だったら決まっちゃってたから。はい、学士、学士してました。学士、一人抜けです。はい、226点でした。ということは、はい、じゃあ勝利インタビュー、はい、契約者、ケイちゃん、おめでとうございます。すいません、あの2連覇かかってるんで、はい、裏ストライクでもストライクにさせていただきました。あ、おめでとうございます。どうですか、哲也プロ。哲也プロですか、裏ストライクちょっと許していただけるのであれば、はい、ちょっと運を味方にして勝ちたいなと思います。ちょっとすいません、文句があるんでちょっと聞きます。はい、ちゃんと、あ、ほら、ちょっといいよ。なんかどうぞどうぞ、なんか文句があるのであればあの聞き入れます。いや、じゃあ裏1回です、裏1回です、裏1回です。勝ちは勝ちなんで、はい、そうです、そうです、そうです。これがボーリングのいいところですね。そういうとこですね、はい、もう運も味方に、そうです、運も味方にするというのが、はい、素晴らしいですよ、はい、ありがとうございました。失礼いたしました。シューズ大丈夫ですか。あのシューズですか、あの何ですかね、あの達人は物を選ばない、あの道具をね、道具はあの大丈夫です、あのプロなんで、あの足がたとえハウスシューズでも全然大丈夫です。あの大丈夫です、あの腕でカバーしてますね。今マイシューズ捨てちまえよっていう煽りが今煽りが来てます。ヤジが来てますね。あのハウスシューズでずっと投げろと言われたんですけれども、はい、時によってはマイシューズ投げたいなと思います。はい、皆さんも真似しない、あのいいボーラーさんは、はい、絶対に良いボーラーさんは真似しないでください、はい、あ、良いボーラーさんは真似しちゃいけません、はい、持ってくるのが正しい、はい、私はちょっと今日忘れ物をしましてあの末広さんのボールを、はい、ボールじゃなかった、シューズをお借りしております、はい、大変失礼いたしました。どうでもございません。ありがとうございます。とてもいいハウスシューズです。あの、はい、ここで投げる方はハウスシューズでもちゃんと投げれますんで、はい、ちゃんとメンテナンスされている綺麗な、はい、あのプロアマな ABS のプロアマのハウスシューズ、はい、やっぱ ABS のハウスシューズは ABS ならいいなと、はい、はい、そういうことです、はい、お願いします。頑張ってください。頑張ります。はい、ということで、はい、契約者の勝ちということなんで、はい、決勝は5かと早かったもん、ね、バーって喋って、うん、まあ、決勝は契約者と僕の対決になります、はい、じゃあ引き続き解説の方お願いします、はい、私代させていただきます、はい、ということでありがとうございました、はい、ありがとうございます。さはい、さそれではさらなるアマチュアの部分決勝戦でスタートします。はい、第2回コバ DB カップ in 徳島アマチュアの部決勝戦がスタートします。ベテラン対ベテランです。ベテラン対ベテランです。はい、トップシードで待ち構えるのは北戸選手、そして下から勝ち上がりは小西選手です。右対左の戦いですね。良きではないですか。良き一投だったと。あーは怖いよ、ね、どういうことや。何のあーか分かんない。私たちはさ、キャキちゃんがあーって言ったらさ、大抵失敗だと思うじゃんね。違う時も、そうね、違う時もそう、いろんなあーのバリエーションがあります。はい、あるでしょ、はい、みんな惑わせる、はい、こっちはさ、読み取れないその一瞬じゃね。そうですね。あーって言ったらさ、やらかしたんかと思ったらさ、裏でストライクとかあるじゃん。確かにね。だからさ、こっちとしては全然さ、よく分かんないんですよ。どうでしょう。あー、これはまあまあまあ、1フレだけど、まあ、そうですよね。さ、セブンテン出るときってさ、なんかストライク来てるときとかさ、うん、なんかさ、意外とセブンテン出た後さ、ストライク続くとかない？ある。まあね、あるよね。ただなんか練習ボール見てる感じだと、まだなんか、うん、頭に切ってない感じはしますね。1位でずっと待ってるから。まあ確かに。でもなんか左のレーンが先が甘いのか、なんかああいう感じが多い。練習ボールの時ね。うん。これね、第1回大会は、はい、決勝が確か9コール
だったんだよね。そうでしたね、うん、そうだよね。なんかまたどんなドラマが生まれるのか、そうです、楽しみです ね。これでもさ、プロボウラーのさ、決勝戦はこのまたレーンが変わって、うん、今このアマチュア部門もそうですけど、またレーン変わるから分かんないのかね。分かんないですね。あらあら、分からないな。分からないですね。って面白いよね、うんうん、何が起こるか分かんないですもんね、うん、なんかさ やる方はドキドキするけどね、 見る方は面白いね、面白い、うん、何かあるんじゃないかな、うん、すごい静まり返っていや、私あれ、あれ、あの、投球ミス、あれだって、そうでしょ、投球ミスじゃなかったらな、その前の投球と、多分スポットでなんか3、4枚ぐらい違かった、投球ミスでした、完全に投球ミスでしたいや、まあでもね、割れるよりね、そうなんですよ、まあまあまあ、そうです、まあまあまあって感じ、やられた側はって思うけど、やる側としたら、あれぐらい言ってくれた方がいい、ちゃんとね、行き切った方がね、そうですね、うわー、ボールアクションも決まってました、シューバー飛びが怪しかった。左のレーンが来ない。さあ、先ほどストライクだった方の、そうだね、相手がダボ来てる時ってなんかプレッシャーかかりますよね。うん、でもさ、まだサンフレだからさ、そうだね、わからない。おお、しっかり負けてない。気持ち負けてない。これ小西さんは右のレーン掴んでて、でも奇数フレームで、あ、北野さんは右のレーンいいんだよね。で、偶数フレームだから、テンフレはまでにどう合わせるからね。なるほど。左のレーンを小西さんが。そうですね。折れそうになるよね。確かに自分だったら折れるでしょ、うん、私折れるよ。折れる、いや折れるね。今のもバラバラって絡んでもおかしくないから。確かに、ここ重要ですよ、うん、ここで9番これは、いや、お互いにね、多分ちょっとこうついてない感じの、そうですね、まだまだ神様はどっちにも味方になってない、ね、なってない。いや、面白いですね。いや、見てる側はドキドキで、ドキドキしてます。ここは1本ですね、うん、まあ、ここはこのカウント大事ですね。ストライクの後だから。確かに、ここ1本取ってカウント的に1つ上回るって感じですね、うん、かもしれないって感じか。はい、はい、ついてる方ですね。小西さん右は掴んでて、小西さんはこっちが掴んでる人、うん、あ、でも2人ともさ、
悪くはないよね。こう、イージーしたりとかじゃないからさ、うん、ポケットちゃんとついてますもんね。そうそう、これついついね、緊張感があって小声になっちゃう。わかる。小声になっちゃいます。私、地声もまあまあ大きいと思うと。そう、よしみちゃんは小声ちっちゃいと聞こえないよ。ちょっと近づけますね。うちだな。そうですね、今のは投げミスでしょうね、うん、いやでもまだ4フレ見た時にまださ並んでるから、まあ、まあまだわからない。まあそうですね。でもこっち側小西さんがストライク持ってこれてるレーンだから、リードのチャンス。これ多分お互い足踏み状態で、多分ちょっとねずるずると。いや、お互いがさ、こう一歩抜け出したい状況が続いてる状態だから、そういう時ってプレッシャーかかりますよ ね。さあどうだ、綺麗に投げたように見えたけど、右は掴んでるね。いいですね、いいですね。北戸さんはちょっと苦しい展開が続くっていうのは、なんか序盤の予選の勢いから見たらちょっと信じられないような感じもする。予選プロボウラーこう回るじゃないですか、うん、はい、私一緒になった時に3ゲーム目ぐらいだったんですけど、はい、1、2ゲーム目めっちゃ打てて520点ぐらいだったのね、1、2ゲーム合わせて。そうですね。でもね、3ゲーム目同じようにちょっと飛ばない、割れるってなって、ちょっとやっぱレーン変化してきて、ちょっとしんどいゲームがあったんですよ、途中ね。じゃあ左もそういう変化になってきたんですか。もしかしたらちょっと変化だ、これもうちょっと遅くなれば、うん、なるほど。なんかそういうちょっと今中途半端になってしまうような連状況なのかもしれない。変わり目なのかもしれないですね、うん、なるほど、なるほど。さあどうでしょう。でもまだまだね、逆転のチャンスはありますから、うん、まだわかんないな、まだわかんない。いけるかな。ちょっとそうですね、変化に悩んでる感じもしますね。いやでも見ててもちょっと難しそう、なんか難しそう、多分 あれを閉じると来るんだろうね。そう、多分そうそうよね、うん、私たちもそういう時間帯が あったから、うん、それかちょっと内にして、さっきのあのセブンテンみたいな、うん、内行って、ちょっとキャリーに乗っかってそのままみたいな感じで、うん、あれ残っちゃってるから探ってる状態なんでしょうね。悩ましいところ、悩ましいね、難しいね、どうやって攻めようみたいな。そうだね。そして右側小西さんもずっと全部こっちはストライクなんで、さらにまたリード広げる。やべえ、心折れる。これでさ、ケヤキちゃんみたいにさ、まあ、小西さんは絶対ないんですけど、もうさ、ここで対戦でさ、あれでストライクさ、裏とかでさ、ボーリングは心を折ったもん勝ちですから。まあそれは確かにメンタル勝負だね。メンタル勝負だね。うわぁ、惜しい。いやでもこれでまだ北戸さんがこっからまた続いたらワンマックスぐらいになるので、まだわかんないね。いつもさ、こうなんか思うよ、ゲームのさ後半さ、私もさ7振りから全部持ってきたらさ、なんかあるかもとか思ってさ、あるって結構これね、これもう全然わかんない、全然わかんない。あのさ、見てる側はさ、あれだけリードしたらかなり優勢じゃんって思うんだけど、うん、投げてる側でもし自分があって優位に勝っても、この後どうなるかわかんないけど、プレッシャーがあるよ。おきよ結構ね、余裕ないんだよね。そうだからあのね、あの4マークぐらい、4マークぐらい差がつけば、ちょっとまだ安心して投げる。3マークはわかんないね、わかんないね。だからまだこれ、ある意味2マークでしょ。そうですね、全然わかんない。そうちょっと、ね、うん、そうですね。北戸さんはそれができるのかな、まあ、ある意味2マークってもうさ、ワンミスしたら一気にバンってなるから、確かにね。ただやっぱさっきフォースまで来ちゃうと、うん、ちょっとそうだね。ただこっちの12番レーンがアジャストがなんか難しそうな感じがしているので、どうアジャストするんでしょうね。確かに。でも最初は練習ボール中は右がずっと合ってたんですよね。うん、どうかな。でも小西さん今アンラッキーで残った感じだから、まあ、ちょっと厚めでしたけど、うん、そういう意味では小西さんは分かってるから、両方が。そうだね。
っと内に。やっぱ苦しんでますね。右のレッグちょっと変わってるんだね。ツーマーク。ツーマーク。予選からあのボールかな、加藤さんは。何のボールでしょう。ね。見えない。見えない。しっかり投げた。うわー、完璧だ。完璧でございました。完璧。完璧です。素晴らしい。テンフレももう問題なさそうですね。うん、まだ2ミス、2マークでしょ。ここで小西さんがもう一個来るとちょっと差が広がりますので、またあのボールは何だろう。ラノデス、あれラノデスっぽいね。そうそうだよね。あのアゲームツアープレミアム6、いや5、 5どっちだ。え、6って新しいやつだよね。6は新しいやつ。5ハイブかシックスか、ハイシャフハイブかシックスか、どっちか色がね、ちょうどね、光で見えにくいんだよね、うん、ちょっと光沢がどっちかって、ちょっとくすんでるように見えるから、はい、あー、これは難しい、後ろがある、嫌だな、あれ確かにね、あれ嫌だ、確かにあれ嫌だ、あれ残ってほしくなくない、まあ、3、6、10も嫌だもん、嫌だ嫌だよね、嫌だよ、ね、これはこれでも依然ちょっとチャンスなんじゃないですか。ね、まあまあでもツーワークでしょ。そうですね。いやだから全部持ってこないといけないんだね。そう、前提として、まあね、まあ194まで、じゃあいいんじゃない、うん、でこのスペアですね、このスペアですね。そうね、このスペア、このスペアでもミスったらワンマークさんになっちゃう。これ、これに汗逃げるスペア。ファンデーションでこれってなんかやばいね。でしかもこれミスったらカウントも少し。そうだね。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。おお、すごい。ナイス。すごい。私だったらビビる。私もビビる。私もビビる。ね、ビビる。素晴らしい。苦しさやかな。そうですね。でもカウントは確かに5と4なんで、うん、小西さんが次残ったら194以下になるんですね、うんうん、北野さんマックス今194あるから、わかんない、わかんない、チームはね、掴んだか、ちょっとでも閉じたよ。あ、やっぱそうなるんだね、閉じるとね、ダメですね。いや、でもわかる、私もこんな感じやってる時。そういう場合はどうしたらいいんですか。結構レーン変化早いから、ね、そうね、うん、ちょっと我慢するか。でもさ、こういう一ゲームマッチになったらさ、そうそう、もう我慢じゃないからね。予選はね、まだ我慢ですって。そう、次のゲーム行くからさ。いやー、素晴らしい、ナイス、決まりました。決まりましたね、これは。なんか投げてる方はさ、余裕ないよね。そう、ドキドキするね。来るから来るからって思って投げるからね。いやでも個人戦2回はちょっとかわいそうでしたね。あと別に悪いっていうかさ、別に、うん、なかったね、うん、このレーヒントしてる流れ、うん、そうですね。でもお二人ともイージーミスはないんですよね。そうです ね、やっぱりさすが素晴らしいボーラーさんですから、うん、はい、めっちゃ嫌な残り方してんのにね。ね、本当だよ、めっちゃ嫌ですよ、ね、北野さんも6本カウントあったって。そうですね、マッチゲームで6本カウントってもう絶対さ、もうスプリットみたいなもんじゃん。絶望的、絶望的、わかるわかる。3本でも嫌だよね。だから8本カウントか9本カウントが良くない。そうね、7本6本やばいやばい、やばい、最後、はい、最後は攻略です。ちょっとさ、寄って閉じたね。寄って閉じた、ね、刺さるから。いやでもこれってさ、ゲーム中にやる勇気って難しいよね。難しい。だってさらにさ、刺さるかもしれないし、抜けるかもしれないから。そうだよね。ここが、あ、なんかさ、あれだね。
私たちもさ、マッチゲーム投げることさ、ちょいちょいあるけど、その駆け引きだよ。そうだね。そこがさ。はい、ナイスゲームでした。はい、第2回コバデビーカップ in 徳島、優勝は小西選手。決まりました。決まりました。おめでとうございます。選手を呼びたいと思います。はい、小西選手に優勝インタビューをしたいと思います。ここにどうぞ。はい、優勝の小西選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。小西さん、あれ優勝ボール、何のボールですか、あれ。あれ、アキュラインちゃうかな。昔のプレミアム。あ、昔の。うん。そう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 。ケヤキちゃんと見てて、何のですだろうけど、何だろうって言ってて。もう後で見ます。後で見ます。すみません。ちょっと何ですか。ちょっと急フレ、あの6本。いや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 。いやいや、もうあの急フレでストライク出してるから、うんうん、パンチアウトされたら絶対負けやろうなという意識はあったんで、一生懸命投げさせてもらいました。さすがです。おめでとうございます。ありがとうございます。次頑張ってください。次あのまた第3回大会で、はいはい、またディフェンディングで戻ってきてください。わ、はいはい、かりました。おめでとうございます。ありがとうございました。私たちが言い過ぎて、でもさ、もうさ、集めとかじゃなかったじゃん、裏だから。そうだね、裏2発あるからさ、集めとかじゃ、集めとかじゃない。スキルどころかさ、もう前かがみっていうかさ、あーはい。では、スッキリポーズを出てくる。そうですね、第2回コバ TV カップイン徳島プロの部決勝戦スタートです。はい、小林哲也プロと渡辺元気プロ。はい、トップシードは、そうですね、満を持して。見応えある試合になりそう、これ。ちょっと一瞬スッキリポーズ出そうな気がしたんですけど、気のせいですか。いや、ちょっと一瞬、なんか、ね、フェイント、フェイント。こんぐらい出たよ、なんか。おー。まあね、ここはやっぱ、マイナス20持ってるからね、リードしていかないとね。そうそうそう、最初からね。そうですよ、リードしていかないと。最初からリードしていかないとね。女子組からしたら、これがね、3フレ、4フレで、この20分がもうペイされちゃうと、ちょっと焦るよね。そうですね。できれば7フレ、8フレぐらいまではさ、その20分をこう、2マーク差以内に抑えていきたいね。テンポがすごい速いです。そうですね。おー、見て、もうさ、見ないうちに投げる。渡辺さん早いんですけど、早いですよ。見向きもしないで、ほら、またまたふみふみして、ふみふみして、よいしょっていきますよ、よいしょい。ちょっと打ち見しやな。ほらね、なんか どこ投げるのか分かんない。分かんないよね。言葉の攻撃が入りましたね。あ、急にバラエティ感が出る、プロの分なんですね。これもいいんじゃないですか。ほら、キヤキちゃん、もう立って、もう立ってますよ。もう立って、もう立って。早い。早い。もうね、あ、こんなに早くトントン行く。違うよ、こないだ言ったからじゃないですか、キヤキちゃん。ゆっくりだよ。あ、遅いって言ったから。おぉ、ゆっくり行ってほしいところでさ、めっちゃ早くてさ、早く行ってほしいところでめっちゃゆっくりなんだよね。あの、解説、こっちが喋りたいのにもう行っちゃうね。そうそうそう。何でもない、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 今日バウンドしてる。なんかああいうのがメンタルやられるんだよね。そういうのがメンタルに来るでしょ。ヤキちゃんがこういうのがメンタルに来るでしょって。おお、狙ってますね。ドンマイ。これね、やっぱマイナス20点がでかいね。でかい。だってもう実質30点ぐらいヤキちゃんがもう勝ってる状態。そうですね。
ケヤキちゃんが止まらないと話にならないでしょ。そうね、20点は30点の方じゃないか。スッキリ出ないから、スッキリ出ないから、スッキリ出ないから、皆さん行きますよ。あ、ちゃんと投げた。あ、うち、あ、今日ちょっと、今日ちょっと可愛いんだよ、今日なんか、うん、何あれ先輩厳しい、朝田厳しい、スッキリあれ求めてる、スッキリ求めてる、あれ待ってるんだね、あれ待ってるんだけど、だからテロップでテテルって流れてほしい。あ、喜んでますよ、ケーキプログラム。喜んでる、ケーキちゃん喜んでる。やった、私2連覇って今思ってますよ、この中。ちょっとトップシードだいぶちょっと苦戦しちゃうよね、でもトップシードさ、やっぱなんかさ、いつもさ、その左のさ、あれとしてはさ、こう変化がさ、割と、まあ人数比がね、少ないところでの、やっぱ、おぉだけだから違いますね。さすがです。見せるな。やっぱね、東京タッカーで投げる、東京タッカーで投げるとこうなるんですよ。すごいですね。東京タッカーはこういうレベルが上がるんですよ。エンターテイナーですね。すごいですよ。さあ、キャキちゃん、ふみふみしてますか。ふみふみしてるよ。絶好調ですね。ズドンって感じが出ちゃう。おお、どこ投げた？どこ投げた？今さ、止まって。ね。マジでさ、どこ投げてるの？怖い怖い怖い、2人怖いよ。今めっちゃ外見せるじゃん。ですから、2人は。いやでもさ、強みだよ、強み。本当に。だってやって、裏行っても2人とも投げてるの。あのね、幅こんなにあるんだから。相手を期待させるの、投げてる瞬間ね、お、知っとって思ったけど、結局ストライクだから。いや、これでもさ、ちょっと厳しいね。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 結果は多分嫉妬しちゃダメだと思って投げると、なんかあれだけど、今もう別に嫉妬してもいいやと思って多分伸び伸びかな。これちゃんと投げた。ほらほら、今日のキャッチャーの取り合いが違う。いや、これだってもうさ、20分やると思ったらさ、気楽だよ。もう40分ぐらいスクラッチで勝ってるんだから。テツピーにはこのコンディションもだね、遅いからな、決まらないだろうな。ねえ、私は余裕だよ。もう頭カリカリしてます。カリカリ。余裕よ、私。余裕よっつって。どうも。あ、カウントも。あ。でもうさ、219だから199までしかいかない、マックス。もう観戦の人たちがざわざわしてる。決してもう220になってる。ざわざわ。スクラッチでもね、はい、だいぶ差がもう。ちょっとスタート良かったんですけどね、みたいなの。セブンテン残ってからよね。ね、そうだね。強いね、連覇だな、これは。スッキリ見たいんだけど、スッキリ見たい。スッキリはさ、やっぱ打てないっていうかさ、ちょっと寂しいスッキリ出るのかな。打ってるけど、ダブルとスッキリ。じゃあもう出ないじゃん、今日は。今日は可愛いもジャクソンしか出てないんで。なんか、はい、こうやって。かわいいキラキラですね。強いわ、キラちゃん。もうだって、あの、寒い前にも立ってたから、シーンが。もうでも決まってますね。そう、決まってる。早く決まっちゃいましたね。200アップしてるから決まりました。スクラッチで負けてますね。スクラッチで負けてない。ナイスカバー。はい。でもやっぱこう隙を作らないっていうのは大事ですね、こうやってね。いつもなら見せるのにね、これだけリードしてたのにすんなりね。まあ、プレッシャーなくね、投げられるから。あ、途中ね、中盤ね、ちょっとね、途中までは見応えがあったんだけどな。
かしっかり投げると意味がないよね。そうだよね、多分ね、パッとやっぱ今日投げた方がいいじゃないですか。そうだね、パッとワーって投げた方がストライクかな。さあ、もう圧倒的な差で大丈夫、ちょっと曲がるね。あのでもさっき24でしょ、今度23、すごいすごい。でも千秋ちゃんずっと予選もさ最初だけだよね。あと1人さあ優勝者が決まりました。最後の1投2連覇、ね、はい、プロの部優勝は渡辺ケーキプロです。もうコテンパンに哲也プロがやられました。小林哲也プロ2ランク10期生マイナス20期で199ピン、渡辺ケーキプロ237ピン。この決勝戦を制しましたのは渡辺ケーキプロでございます。はい、それでは優勝しました。渡辺ケーキプロ一言お願いします。何回かやってるじゃないですか。はい、2連覇することができました。ありがとうございます。嬉しいです。やっぱり内装が、板の内装とボールの内装がすごく良かったので、ね、本当にメンバーは私よりも実力の高い皆様なので、こういう一発ゲームの時にこう勝負強さっていうのが出せて良かったかなと思います。ちょうど時間帯も左のね、点が苦戦する時間帯だったのも運も持ってたということで、よろしくお願いします。楽しく投げさせていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。いいじゃん。そこも。あ、じゃあ。まさか。次だ、次だ、次だ。ありがとうございます、杉浦さんから。スタバの約束、ありがとうございます。